じゃあ今日の動画は叶えたい夢と守れない君とのメイク解説。はい。実はさ、アーシャのメイク解説って初めてだよね。確かにね、衣装解説やってたんですけど、最近ちょっと好評みたいなんでやります。でも、うん、再生回数低かったらやらないので、みんな見てくださいみたいな。うん、ユニットライブやったんで、今回はこれやりますよ。はい、はい、そんな感じで、これです。今回は、最近そのちょっと俺、髪の毛ピンク系なんで、うん、あのなんか、シャドウとかをピンクっぽくしてもらってて、うん、ピンク多めで、でちょっとラメとかいい感じで、なんか今回ね、このラインがちょっとファッとなってるのがちょっと色気を出してるかなと個人的に思ってまして、うん、マジ素敵なメイク。確かにね、自分で言えって言われたらむずい。確かに、でもね、本当にマジかっこよくしてもらいました。でね、もう髪の毛も見て、このもう本当この束感と、うん、綺麗だね。これすごいでしょ、この、うん、角度で、これエクステも今回その外ロケだったじゃん、うん、海とか崖とかその外の景色と共に撮るバラードなんで、メンバー可愛いです。髪が伸びましたよ、3人、うん、俺もちょっと伸ばしてもらって、うん、でもなんか伸び方みんな違うじゃん。ちょっとミディアムロングみたいな感じにしてもらって、すごいいい感じになびいてくれて、写真もかっこよくなってくれて、目元のさ、キラキラも可愛い。そう、めっちゃ可愛いでしょ、これ。やっぱ最近ね、キラキラしててなんぼだと思うんで、みんなもぜひ、うん、ありがとうございました。あざです。あとね、実はね、とんでもないあのポイントがあります、うん、アイライナーが3色使いみたいで、うん、ちょっと、ね、すごい。ほんと、1、2、完全に3色ある。ほんとだね。これもなんか写真載せとこうか。確かに、ここも、うん、撮っといて載せときます。メイクさんのこだわりポイント、俺のこだわりポイントなんか、ね、めっちゃ詰まった素敵な作品になってるんで、うん、お願いします。あざです。今回のメイクのポイントは、メイク何色ですか、これ、かよさん。オレンジピンク。オレンジピンクをしてもらいました。下のまつげだけ、多分茶色っぽい感じにしてもらってます。一番のポイント、これですよね。髪の毛が伸びました。お前、めっちゃ早かったね。もう本当にね、もう伸ばしたくて、エッチなこといっぱい考えて。ただの変態だよね。スケベな人って髪、だからもう ずっともう1週間ぐらいエッチなことずっと考えたら、ここまで行きました。お前のさ、努力のあれで、いや、そうだね、努力の結晶だよね。超人だ、完全にもう色一緒、黒意識っていうか、色が全く一緒で超自然で、マジですごい。いや、これだけ言わせて、うん、本当に茶髪なのに、俺もう4時間かけて、うん、エクステをもらって、全く同じ色にしてもらった。テイクが寄せたんだ。うん、すごいね。これめっちゃすごいし、髪型めちゃめちゃ綺麗じゃない。いや、すごい、ちょっと一周して、そのさ、流れ方がめっちゃ、これすごいよね。なんかゲームの人みたいじゃない。いや、素敵な、めちゃめちゃ気に入ってま す, すごい、ね、この髪型、メイク、ヘアメイク、髪の毛が一番今回のポイントだと思ってます、うんうん、多分ね、写真でもバーってなびいてめっちゃいい感じだと思うんで、楽しみにしててください。先に出てるか。そうだね、うん、っていったところかな。あと写真も載せときます。あざす。はい、はい、こんにちは。こんにちは。ロイさんのメイクポイントを教えてください。はい、今回、叶えたい夢と守れない君と MV 撮影のメイクポイントなんですけど、うん、今回ちょっとあの雰囲気変えたくて。めっちゃなんか変わったよね。なんかカラコンから変えたっすね。カラコン何色？青なんだけど、多分今まであんまりつけたことのないタイプのライトをつけて、そのカラコンに合うようにもしつつ、自分がしたいメイクにしてもらったんですけど、ここのね、下のアイラインにね、なんかつけまつげみたいな、ちょんちょんちょんみたいなのがあったりとか、はいはい、カラコンにもあって、なんか青いぼかし入れてもらいましたよね。青っぽい紫か、紫色に合わせたぼかしとかも入れてもらって、いい感じに。シャドウめっちゃいいよね。なんか外でめっちゃ生えて、なんか遠くからもめっちゃ見える。そうなんですよ。で、プラスちょっと目つけたり煽りで大丈夫だ。いえいえ、すごいやついた。ちょっとね、キラキラするような施しもしてもらいました。お前もキラキラ族か。そうなんですよ。キラキラして。あと僕は気づいたと思うんですけど、背投げがめっちゃ生えて。伸びた。伸びました、ね。え、後ろどうなってるんです？背中から持って、背中から持ってきて。ちゃんとブリーチして色素出てシルバーにしたんですけど。いいね。この感じで久しぶりのハイトーン。はいはいはい。してもらって。めっちゃ染めてきたんでしょ？染めてきました。俺も4時間ぐらい。
そうなの。まあそっか、そんぐらいかかるか。ブリーチ2回もして、なかったもん。今回まあその長くしたのは風でなびく感じもあるし、トゥインキー作りというか、うん、妖艶な感じで幻想的な感じを作りたくて、はいはい、ドーミーにしてみました。いいね、いい感じです。とてもかっこいいです。ありがとうございます。いい、はい、はい、さん、今回あの MV 撮影のメイクのポイント、うん、やっぱ MV ってなるとね、普段ライブとまた違った照明だったり、ね、場所によってとか、照明とかさ、そのメイクさんも撮る場所によってさ、濃さとかを変えてくれたりして、そう、俺のこだわりポイント、マリンさん言ってあげてください、こだわりポイント、色味、色味、明るい色味、明るい色味、目元？このシャドウの、ね、色とかめっちゃ可愛い。このポンって画像が出ると思うんですけど、とかあとこのキラキラも可愛いし、うん、あと髪、髪の毛めっちゃいい、めっちゃよくない？チャラい、チャラいでしょ。アリンさんってメイクさんに今日やってもらったんだけど、うん、まあ、どのメイクさんもあのめちゃくちゃ獲得してくれるんだけど、マリンさんのメイクの髪とかね、すごい好きって言ってくれる俺のファンさんたくさんいて、うん、マリンさん、マリンさんでしょ。あ、マリンさんね、俺は。そんな感じで、うん、めちゃくちゃいい感じです。あ、やっぱ髪の束感です、ポイントは。そうね、髪の束感がすごい、めっちゃ綺麗じゃん。綺麗なのに、うん、あのどこの角度から見てもかっこいい。あ、ほんと、めっちゃなんかね、いいんだよ、このミックス加減っていうかさ、うんうんうん、かめちゃくちゃ俺の好きな感じで。いや、俺も好き。結構束作るってこうちょっと持ったりするとそこだけモコってなって、チェキでモコってなったりとか、なんかね、ふんわり感とかもね、そうそうそう、絶妙で素晴らしいです本当に。なんか外で撮ってもらったんだけど、すごい外になんか映える髪っていうかさ、すごいなんか雰囲気があってめちゃくちゃ感じだったんで、 MV もいっぱい見てもらって、はい、はい、そんな感じで了解した。ありがとうございます。はい、こんにちは。おはようございます。メイク、メイク動画です。動画めちゃくちゃいいな。これともかくまずあのおすすめしたいのはこのネクステよ。うわ、それね、メイクさんと話しててね、もう泣きながら、リオのために毎日泣きながら作ったの。日々ね、だ見てこのね、後で写真出した方がいいんだけど、ちょっと2つとか安全ピンとかなんかしらが、うわ、そんないろいろついてんの。そう、チェーン、おー、チェーン、チェーン、ほらこれリボンとみたいな、いそれちょっと武器っぽくて危ない、危ない、銃刀法違反です、こいつ。突き刺す、突き刺す、ラウジングとかもできちゃったりして。ありがとうございます。いやいやいや、いっぱいいっぱい作って、なんか写真出したよね。うん、写真綺麗に撮ってきます。かわいい。メイクは、メイクの、メイクのポイントはキラキラ、どん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 光り輝いてきてるね。うん、だからもう最悪、最悪っていうか最終形態はもう顔光らせようかなっていうところでもあるよね。顔にめっちゃでっかいさ、なんかラメ石みたいな一個ポンって、ラメ石、ラメ石。そんな感じなんでキラキラしてるんですけど、髪の毛の色も変えてみたいな、シルバーで、シルバーっぽいのかな、アッシュっぽいのかな。確かになんかいい意味で今までのリオっぽくない。なんとなく、なんかちょっと前まで緑の髪してたんですけど、そうだよ、憧れがあり、俺、シルバーに、うん、やっぱ人生で一回ぐらいやりたいなんで、シルバーっぽいのと黒メッシュ。リオさ、去年って1年赤髪だったじゃん、うん、今年さ、赤から緑になったと思ったら緑からシルバーになって、うん、すごいね、めっちゃどんどん進化してるって。そう、なんかね、結果は多分赤と黒大好きなんだけど、うん、今までやってた自分の好きな色を去年からなんとなくやってみたりして、今新しい MV でこんな色でやってます。ただ俺ね、ちょっと気合入ってるっていうところをぜひ伝えたいんだけど、普段からエクステついてるから。いや、それはマジで、これはマジ、これはマジで、みんなにおすすめ。エクステだけじゃ、普段からラメーシも顔についてる。ラメーシ、確かにね、あの大体最近ライブした時リオどこ行ったんだろうと思うと、なんか大体なリオの足跡みたいにラメがいっぱい落ちてるから、うん、で、ラメ石で、あれだ、池袋夜歩いてたら、なんか光ってる人間いたら多分俺ちょうちあんこみたいな、ラメ石、ラメ石で。ごめん、俺がラメ石って言ったせいで、ラメ石流行るの。ラメ石流行らせましょう、みんなに。確かに、でもそんな感じかな。リオやっぱ差別化測ってくるから、やっぱエクステとかもね、俺らみたいにメイクの時だけじゃなくて、普段からつけてるのとか、ドヤ顔で、うん、誰よりもやっぱ目立ちたいから、よろしく。リオ、もう一回ダウジングだけやって、ダウジングだけやらせてもらって、これせっかく作ってくれたんだけど、やっぱこれからダウジングの道具として、ね、使っていきたい。じゃあそれで宝探しっていう意味だって動画絶対撮ってる。
島で変な謎の生き物出会ったのは全く同じぐらいですけど、ラメーシのおかげ、いやラメーシのおかげで助かるかも今回は。前回ラメーシなかったから無人島行った時。確かに無人島ね。ですかね。はい、ありがとうございます。今日も動画を見てくれてありがとうございました。僕たち結構メイクとか髪の色とかもそうなんですけど、メイクさんにも協力してもらったり、衣装さんに協力してもらって、自分たちの好きなことを表現してみたりしてるんで、ぜひライブとかステージも見てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日の動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録もお願いします。コメントもたくさん待ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。